なんかここでさっきあのタッとっ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 てなんか音がしたんだって、なんか戻ってきてんじゃないかなって。なんないよ普通に。ここ上歩いてたってことですね。この辺こんな感じ。ああじゃあ見たんですね。こんな感じでね。そうこんな感じ、足をタップしてる感じ、うん、こうやってそれが聞こえてたの。そうね、いたんだね。いたんだね。しょ、そんな時にライブが停止してやがって。いたんだね。ざけんじゃねえよ YouTube よ。そんな時にライブ停止してやがってよ。どうしたどうしたどうした。うーだって。え、なに、なんか低い感じ。うそ、いるの誰か。おい、俺の枠をぶっ壊しといてな、土屋一族のよ、怨念さんよ。お前最後に脅かすのか。おおの野郎、下にいんのか。いるんだろ。おい、バケダ今ね継続サーチかけてるよ。大丈夫大丈夫、勝手に赤になってくれるから、もし検知してくれたら。じゃあちょっと通常検知もやってみるけど、まあ多分通常検知でさ、いちいち押すのもさあれだから。やばいじゃん、うーって。なんか声、音拾ってっかな。何も映んねえ、下のビデオカメラが何も映ってない。赤外線にしとこう、下のビデオカメラ。なんかいるかな。ちょうどそうだね、この辺だね。誰かいる？あ、この辺だ、ここ。この辺？この辺だ、俺のところ。ここで、こんな感じだよね。あ、そう、上の方で、トントントントって。え、一人さ、喋り声するの？うん？下の方で彷徨ってんか。え、右側の方でなんか女の声が聞いてる。いないよね。いないですね。喋り声聞こえた。いや、ちょっとさ、いや、噂があるというか、もうここは落城してる歴史だから、もうおのずとあまり夜近づいちゃいけないようなとこかなっていう段階。まだ霊現象はどうかなっていう段階ですよ、まだあくまで。ただもう、てんてんとドルさんが上でなんか足音聞こえちゃったんですよね、今日。今さっき、俺が放送枠がぶっ壊れてる時にさ、運悪いことに。でドルさんのツイキャスの方では多分音確認できてると思うのよ。誰もここ心霊スポットとしてさ来たことなくて、土屋一族の墓。でちょうどなんか今日ここ行こっかみたいになって、下は行けねえんじゃね。行けるか、行けるけど下降りてももう何もないし、なんか畑だよこれ下は。下の方行ってみる。下の方で、うん、じゃあちょっと下の方行ってみます。女の人の声が聞こえた。なんかてんてんが下の方で、誰かいんの。でもなんか畑だよこれ。いや下なんもない、畑があるだけだよここ。畑っていうか、なんだろう、野原があって、
くねくねか。あ、でもあれかな、あそこの家の喋り声か、なんか今聞こえたもん。畑があります。はい、太郎さん、よっしゃい。ここはもう畑ですね。ここから先は畑があるだけ。そうそうそう、畑の中にこう土屋一族の墓があるんですよ。今早い話がここに。だから普通は、通常は この畑を突っ切ってくることはないでしょ、ね、あっちのハイキング道みたいなとこからこう土屋一族の墓が降りてくるって感じ。白い何かが落ちた。雪降ってます、さっきから。そう、雪降ってきてますよ、ほんと。まあ、今日は雪降るって言ってたからね。そう言ってたよね、なんか。うん。積もりはしないけど。そう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 、パファンシャンさんの言う通り、こんなとこにもし住宅地建ててみな。毎晩うなされるよ。毎晩うなされちゃうから。城跡とか古墳とかの上にもしさあ家とか建てちゃったらね。どうしたの。ああ、そっかそっかそっか。ちょっとうんか近いからあれだね。畑泥棒と思われるとあれだから、墓の方に。ああ、でもビデオカメラの方にそのトッ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 トって歩く音が集音されてりゃいいっす ね。本当に寒いよ。でも寒いけどさ、逆に夏の方が嫌だよ俺。心霊スポット蚊とか、蚊とか蜂とかいるしさ。ライトおかしくなって、おかしくなった、また暗くなったし。やっぱり 冬の心霊スポットの方がいいっすよ ね。暑くねえし、うん、農量。いや、ここ多分あれいると思う、ヒル、うん、あ、ヒルいるね。いるね。はた、ね、こう近いからね、ユイヨと。夏なんて全然農量なんねんだもん。肝試しとか行ってもさ、暑いだけで。今最近の日本の夏はもう、夏の夜はさ、もう熱帯夜じゃん。やっぱり予想通りでしょ。これ、ここ回ったら2時間になっちゃうんだよね。近くになっちゃう。いや、結構ね、結構もう俺なんかなん、あの放送枠がさ、一回壊れちゃったから、うん、時間が把握できなくなっちゃった。今113分って何時間ですか。もうすぐ2時間。いやなんか2時間コースになってる。本丸は多分今、おお、なんでちょっと待って待って待って点滅したんだけど。なんでいきなり点滅してんの。何もしてないよ俺。おお、消えた。壊れた。じゃあもう一回押してもらって。嘘でしょ。もうダメじゃん、機材になんか影響で出始めてんじゃん。見た今の、今見た。いいですよ。やばいよ。ちょっとこれライト機材がやばいから、ちょっと、うん、いきなり、そういきなり何もしてないよ、うん、何もしてなかったよ、普通にね、まあ、そうで、昨日の人消えたからね、うん、勝手にね。冷笑っす。冷笑、完全に見ながら見たでしょ今の。見たよね。俺も今見えたよ。いきなり点滅してね、チカ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 ピッて消えて、もう一回つけたらすぐこの普通にこうつく。ああ、なやっぱここいるんだ。やばいよここ。だってもさっき音がそのドルさんたち聞いて、俺はもう全然自分で喋っちゃってたから聞こえなかったんだけど、うんうん、でももう枠が落ちちゃってから、うん、見てましたでしょ、うん、そこ、ここ歩いてきてんだって。いきなりここ見た、あの、うん、やばいな。ここだから日本でも、うん、決して行ってはいけない、まあそうですね、場所なんじゃないですかね、うん、夜は特に。夜は行っちゃいけないとこだよ、ここ、うん、まあだから呪い系だね、うん、ここは。だって現に俺頭痛えもん今。俺は足やったじゃん、うん、痛えもん。繰り上がった。いや、土地柄のね、うん、本当全体的に。だから書いたと思う、すでに、うん、ここは行っちゃダメだよっていう。そう、絶対に、うん、あの、あんまり軽はずみに来ない方がいいよ、本当に。結構霊障起きるって言った、うん、当たりだね、うん。ここはちなみにレベル10段階中、1人で来たら10。1人だったらやばいですね。今日今だって3人だからさ、なんかちょっと恐怖は3分の1に半減されちゃってるけど、これでもこんだけ3人でこんだけ練習起きてたらやばいよ。そうそうそう、ライトトラブルとか音聞いて。
まあ俺はまあ全然一人でもここであれですからね、寝転がって過ごしますけど。で今見ちゃったでしょ。でもいきなりでしょ。俺だってこういうの両手で持ってるのよ。そうですよね。持ってるからね。動いてたから。動いてていきなりだよ。いや逃げませんよ。あのヒロンさん、それで逃げちゃうとあれですよ。ね、電波が乱れるんですよ。トリプル S だね。電波が乱れちゃうんですよ。YouTube ライブは走ったりすると。雪がまた。リアルな話、現実な。さっきなんで雪止んでたんですかね。ね。すごいでしょこれ。あでも今日ここ来れてよかったですね。ね。俺的にはもう別にあの、うん、土屋一族が俺のこと牙向こうが、うん、向かいが俺はもう、うん、すごいでしょ上杉の家臣長岡だから、まあ敵とみなしてここであれですね。うん普通に何枚ダーダンスやりますよ、うんまあ、今日は今やんないけど、うんまあ、民家かな。民家近いからもっと早い時間とかに、うんうん、いやでもここやばいねですね。かなりやばいよね。俺ここでゴザ引いて寝ますよ俺普通に俺いや俺も全然いられるけど、うん、ちょっと、うん、現象起きやすいよねちょっとね、うん、ですね、うん、あちょっと風の角度雪が、ね、ヒゲスポットどこ行っても別にクマさえいなければ、うんうん、あクマね、うん、ちょっとクマの心配がクマとあとスズメバチとヒルまあ、それさえいなければ別に何でもことない。マジ？いいんじゃないですか。はい、お先です。失礼します。はい、ペンギンさん。はい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 。そうだ、切れた瞬間、あ、終わった、壊れたかなと思ったけど、ここでつく。問題ない。まあ、定石ですからね。いや、これでも別に大丈夫だから。でもあんな付き方はないですね、まあ、一番無難に、ね、あのいろんな定石はさ巡るべきですよ。本当歴史を知る上でやっぱりその心霊以外としてもね、まあ、多分ここなんかあるね。多分関係者定石行けばもう全てが心霊スポットですから大体は、ね、もう滅んでますから近々見たでしょ。それいきなりだよ。こう動いてていきなりだから俺まず無理だからね、うん。これ体の時はこれちょっとブレるから僕ね、両手の時はこう普通に切り。あやこさんこんばんはね、いらっしゃい。見たでしょ、さん。しかしか天滅の後切れる。そしたら、つけたら。極楽将軍源。で、今は問題ないと。読めねえ。ここね、あの、じゃあ、わからない。道と星、腰は二重に、かがまれる。杖にすがりで、ここまでも来る。なるほど。高かすに下にある。その一族の墓に来たことによってそういう怪奇現象が起きた、うん、でやっぱり2チャンネルのその過去スレを見ると、うん、この一族の墓は結構やばいよ、うん、あいやだから俺も過去スレ見たっすもん、うん、見たでしょ。俺も土屋一族の墓のことは、うん、結構もう3年前ぐらいから知ってたんですけど、うん、まあまあまだいいかなって俺もそうです、うん、ちょっとあれ車で行けないからそうそうそうで場所がいまいちよく分かんなかったけど、うん、今日そうね行きたからよかったけど、うん、ここやばいよ。まあうん、もし興味ある方、うん、あの多分も潜ってらっしゃる方ももしもですよ皆さん霊障があったらすぐそこに行ってみてください。助けを求めてください、うん、もうすぐ民家あるからねそう、うん、助けてくれると思うんで、うん、あのまだでもねぶっちゃけ今の時間はい石田さんどうもこんばんはすでに1軒しかないのでほとんど寝てます土屋家です。土屋一族とは、土屋一族は源家のあれですよ、家臣ですね。で結局最終的に上杉家に滅ぼされたっていう話。でここは上杉家に没収されちゃったんですよ、この土屋城が。そういうちょっと悲しい歴史があって、でさっきのさらし首っていうのはその土屋一族のやっぱり試し切り、うん、落ちたやつ。うん、武士の。首実験か、うん、でそれであのこうやってさらされたりして最終的にあれですねここに埋葬されてっていう感じで本当ですだから結構だからいろんな定石はいっぱいまだまだあるから、ね、結構だから日本のさ心霊ネタってまだあるんだよね本当に意外とこうなんか八王子定石ばっかがなんかすげえピックアップされるんだすごい関東の方だといやあの、ね、結構八王子定石はあの山中城主の方がもっとやばい。やばいですね。山中城の方が。山中城主の方がだって一瞬で落城されてんだから、うん、あそこちなみに1000人ぐらい死んでんだよ。あの城の中で。そうそう。1000人。あそこを落とされたってことは小田原がすごい近いわけだよ。猫が来た。嘘。あ、猫だ。猫だ。なんで？わかんないです。今なんか影が見える。ニャオ。ニャオ。猫の通り道というかなんか。ニャオ。なんですかね。ニャオ。
ここマジやばいですね。でも猫ちゃんが来たからちょっとほんのりしちゃった。うん。明かり。めっちゃ明かり。昨日なんて。武士ですね。なんでこんな明るいんだ。猫の恩返し。みーちゃんこんな明るいんだ。ねえ。こんちはね。ごめんね猫ちゃん。わあ。こともなく。美味しいだ。いやこれやばいね。そうそうそう。猫はね、そう、うちのね、飼ってた猫がね、そう、そうなんですよ、まさにキカキサさん、あの俺がさ、なんか一緒に猫と川になって寝てるとさ、なんかたまにビグってなってなんかの違う方向見てるんですよね。確実にそれ、霊見てるんですよ、多分見てんだよ、うん、ほら、ユーオンの足跡わかる、これ雪だよ、待ってるよ。待った、何ですか、昨日雪が舞ってて、これ足音よ、これお化けの足音がどこまで続いてんのかな。さあ見てみるわ。え、これ止まってる。これ、いや乗られてんのかな。すげえ雪降ってんだけど。雪やばいね。うん、これね、多分ね、工事現場の人の足跡で間違えて踏んじゃったんだよ。踏んじゃったんだよね。そう、でもこれって普通に考えたらクレームだよね。そう、クレームですね、まさに。うん、俺だったらこれ見てやつダメでしょ、これって。でもそのまま、まあ、ね、納品しちゃったから、まあ、ね、このまんまっていうことで。だからここがお城だったんだね。そうですね。うん、まあ、まさに。そう。ね。定石。いや、これやばいね。でもなんかちゃんと残しておいてくれりゃいいのにね。ね。こんないっぱいなんかいろんなもん建てねえでさ。とこは遺跡としてはあるけど、うん、復元するまでの価値はない。なかったんだ。うん、定石大好きなんですよね、基本的に。ね、ただあんまり歴史がよくわかんないから、とりあえず落ち武者、落ち武者の霊をぶっ倒しに行く、イエーイみたいな感じになっちゃう。おお、ビット。ね、はい、土屋上司でした。すげえ人気。なんで？土屋じゃないって。どんくらいんだよ。高取山大磯大乗院熊野神社って書いてある。すごい降ってるよ。降ってますね。これ積もる雪だよ、この雪、うん、溶けないすぐに。ねえ、なんかさ、叫んでる。ん、猫か。猫いんのかな、この辺り。うん、必ずなんか新スポって猫多いですよね。いるいる、ね、雪強くなってるよ。吹雪いてるもんだって、見てよ、これ、これこれ、うわ、見て、見えるでしょ、これ。そうそう、大雪です。大雪ですよ。まあ雨じゃなくてよかったけど、もう少ししたら雪止む予報なんだ。なるほど、やばいよ。あ、あと花粉やめてね、花粉すぎるもんだから。すごいよ、ほらね、すごい。でも雪、でも大阪ですからね、大阪。いやー、これ多分俺あれだな、道覚えとこう。また今度一人で来よう。あそこ再検証、再検証。これ、これ、うん、またさ、ちょっと再検証します。今日はちょっとまあ場所の紹介程度なんですけど、ね、また再検証してみますんで、うん、ここは、ここが来る価値ありますんで。あるでしょ。絶対に皆さん、あのもう私みたいに一人で行こうと思わないでくださいね。絶対に。絶対にろくなことは起きないですから。そうだよ、怪奇現象。そう、怪奇現象だったり、また遭難したりとか目立つんと。あ、そう、俺だけか。危なかったんだ、俺だけ。一歩で、ねえ、ね、命落とすよ。俺残った。よかったじゃん、もう。それでもいいんだけど。命は大丈夫。命は変えないよ。いやー、ね、土屋定石。行きますか。行きますか。次どうするか。この雪じゃ。この雪じゃやっぱりトンネルしかないですもんね。機材がやっぱりあとね壊れるからさ、やっぱ水気含むと。いや、そこ女子大生の。そうですね。そのところです。はい。じゃあ次行きますんで、ビデオカメラの方は、これで。